こんなところに呼び出すとは、一体何のつもりだ。何のつもり？君は自分の立場を分かっていないようだ。立場だと？そう、君は烈火雪村に負けた。その責任を取ってください。責任？貴様何を言っている？僕が君に力を貸していたのは、君がこの武蔵のトップに立てる器だと信じていたからです。だが、もはや力なき愛など何の価値もない。そういうことです。やるというのか？おっと、勘違いしないでください。これはバトルなどではない、制裁です。おとなしく入れ。離せ。何をする。金継ぎ様、金継ぎ様。お前たち何のつもりかは知らんが、貴様の挑戦受けて立とう。来たれ、緑風陣。貴様が何を企んでいるかは知らんが、この武蔵に捧げた我が愛を侮辱することだけは断じて許さん。行くぞ乱丸。雪村の大勝利を祝して乾杯。うわ、うまそう。もうそろそろ焼けたか。イエーイ、雪村万歳。慌てなくてもまだたくさんあるって。わかるわかるぜ太一、俺もまだ興奮が収まんねえよ。うらまさドラゴンと鬼丸のブレイブ、今思い出しても震えが来るぜ。そうそう、武蔵最強は雪丸だぜ。おいおい、あんまりはしゃぎすぎんなよ。まあたまには良いでござる。来る日も来る日もバトルバトルまたバトル。新たなライバルたちとの対決は緊張の連続でござったからな。そうだな、けど思えばあっという間だった気もするぜ。まるで武蔵に来たのが昨日のようだ。なあ雪村。雪村はこれからどうすんだ。どうって？だって金継ぐを倒した今、雪村は武蔵で最強のバトラーじゃないか。もう戦う相手はいないだろ。だからまたどこかの町に行くんじゃないのか。もっと強い相手を探して。サスケ。けど雪村がどこへ行こうとオイラは絶対についていくぜ。なんたってオイラは雪村の一番弟子なんだからな。安心しろサスケ、俺はまだどこへも行きゃしないぜ。本当に？ああ、武蔵には都市がいる、総運がいる。金継ぐだってこのまま黙っちゃいないだろうし、あいつらとはもっともっと燃えるような熱いバトルができるに違いない。それにここにはお前たちもいるしな。雪村。ノブ兄はこれからどうするの？これから？だってノブ兄はもう最強だろ。相手になるやつなんてどこにもいないじゃないか。そんなことはないさ、日本にはまだまだ俺たちの知らない強いバトラーがいるはずだ。俺はそう信じている。じゃあそいつらも全員やっつけたら？そうだな、その時はその先に行くさ。その先？あの時ノブ兄は何を考えていたんだろう。不死の効果発揮、キャメロットナイトを召喚。ターンエンド。こいつのスピリットは倒しても倒しても蘇ってくる。これではキリがない。どうしました？
君のターンですよ。甲冑の死に体をレベル2にアタックだ。キャメロットナイトブロック。さらにもう一体いけ。ストローパケットでブロック。不死の効果発揮。フラッシュにあるキャメロットナイトはコストゼロの自分のスピリットが破壊されたとき召喚できる。まただ。何なんだあいつのバトルは。これが紫属性のバトル。そこにあるようでない、ないようである。まるで亡霊を相手にしているようだ。この得体の知れないバトルは一体いつまで続くんだ。さあもっと攻めてきてください。遠慮はいりませんよ。ターンエンドだ。そうですか。ではそろそろ少し趣向を変えるとしましょう。キャメロットコーン2体とキャメロットナイトをレベル2に。キャメロットナイトでアタック。忍び小金でブロック。さらにキャメロットコーンでアタック。ブロックだ。これで君のブロッカーは一体もいなくなりましたね。不死の効果発揮。キャメロットナイトの最小化アタックです。ライフを奪ってやりなさい。今だ。フラッシュタイミング。これ迅速。今こそ逃げよう。我が愛の化身。烈風忍者。切りかけ剣斬。俺にソウル神速があることを忘れたか。調子に乗りすぎたようだな、ランマル。はあ。俺を甘く見て、迂闊に攻めに転じたのが運の尽きだ。貴様の傲慢、我が愛の力で打ち砕いてくれる。いざ、カネツグ様、一気に決めちゃってください。お前らよく見とけよ。これからが式神ランマルの真骨頂だぜ。ターンエンドです。あれ、お前赤デッキに戻したのか。はあ、やっぱバトルは強いカードでガンガン攻めなきゃな。俺村正ドラゴンが欲しいな。俺は断然切りかけだね。ドスモンキでアタックだ。ムシャモサウルスでブロック。おお、赤属性の人気もずいぶん盛り返してきたようでごじゃるな。あの雪村のバトルを見れば無理もないさ。長寄りとか大はしゃぎしてそうだな。かもな。ここにもいねえな。いないって。バトラーならこんなにいるじゃないですか。バカ、お前そんなこと言ってんじゃねえの。いいか、トシさんが言いてえのはあれだ。なんだよ。ほら、そのあれだよ。金津軍とこの弟子どもだよ。ですよね。そういうこったよ。分かったか、てめえら。武蔵統一とかほざいてた緑バトラーどもはどこへ消えた。確かにそうっすね。きっと親玉の金継ぐがボコボコにされちまったんで、ベルに出られないんじゃないですか。勝機一気に畳み込むぞ。切りかけにソウルコアを。さらにバーストセット。おお、やるぞ。金継ぐ様のソウルバースト。火は熟した。誇り高き我が愛の化身。届け愛の雄たけび。ソウルバースト発動。これで貴様を守るスピリットはもういない。忍び将軍黒原で剣斬。跡形もなく消し飛ばしてやる。覚悟しろ、やんばる。フラッシュタイム。召喚妖術師無名。無名の召喚時効果発揮。疲労状態の相手のスピリット一体を破壊する。切りかけ。ああ、切りかけか。残念でした。まったく調子に乗りすぎたのはどっちでしょうね。愛の化身、なんとも儚い愛でしたね。実に滑稽だ。僕が君なんかに隙を見せるほど迂闊だと思いましたか。何、思うように攻撃ができず
君はかなりじれていましたよね。だからわざと仕掛けてあげたんですよ。守りから攻めに転じ、いかにもソウル神速を使う絶好のチャンスが来たように見せかけるためにね。この俺が貴様の罠にはまったというのか。ええ、見事なくらい綺麗にね。これで分かったでしょ。君は自分が思っているほど賢くもないし強くもない。まずはその現実を受け入れないと。まあ頭の固い君には言うだけ無駄ですがね。黙れ、ザレ事を黒離れ。ブロックです、無名。ターンエンド。そもそも君は大きな勘違いをしているんです。君に黒鋼を与え、ソウルバーストを使えるようにしてあげたのは僕なんですよ。僕にもらった力で僕に勝てるわけがないでしょう。あいつが金継ぐ様に？どういうことだ。君も気がついていたはずですよね。あの時僕がわざと負けてあげたことくらい。僕が本気で戦えば君など敵ではない。黙れ、黙れ。認めたくはないでしょうね。でもすぐに認めさせてあげますよ、僕の本当の力を。一挙と社会人決裁戦。え、紫をまとった悪魔、暗闇から這い出る夜の使者、妖術師役召喚。なんだあのスピリット。出た出た、さあ始まるぞ。初めてお目にかけます。これが僕のキースピリット、妖術師ヤクモです。そしてヤクモの召喚時効果。何？ヤクモはソウルコアを使い召喚することで、トラッシュにある合計コスト6までのスピリットをコストを支払わずに復活召喚できるんです。さらに無名の召喚時効果発揮。お行きなさい、黒鋼。黒鋼。黒鋼まで。さて、そろそろ仕上げにかかりますか。総攻撃です。あの愚か者を始末しなさい。ロックだ、カチューシ。いいですね、無駄な抵抗は嫌いじゃない。もっとあがきなさい。ブロックだ。不死の効果発揮。これで僕のフィールドにはスピリットが5体。君のブロッカーはいなくなったようですね。残念です。君の抵抗もここまでです。僕はね、本当はとどめを刺すのが嫌いなんです。だってあっさり終わっちゃつまらないでしょ。君が苦しむところを見ているのはこんなに楽しいのに。もうやめてくれ。やめますとも。さすがにこのまま終わらせないわけにもいきませんからね。本当に残念です。ほらほら、せめて最後くらいはもっと頑張ってくださいよ。君の愛も力とやらでね。これでさすがに理解できたでしょう。君は弱く愚かで、口にする愛とはあまりに無力だということが。たかだか武蔵の平穏程度のことしか頭にない時点で、君も目先のバトルに囚われたバトラーと大差ありません。ただの雑魚だ。だが僕らは違う。もっと大いなる意志に従って動いている。そう、天に選ばれし方の意志に。天に選ばれし、一体誰か。お前たちよ、君たちのリーダーはこのありさまだ。これから君たちには僕の指示に従ってもらいます。いいですね。さあ、それでは計画の最後の幕を開けましょう。
デッキを置くっき。回収しろ。今後お前たちは全員このデッキを使ってバトルしろっき。違反した者は罰としてバトルを禁止する。そんなバカな、新カード入れたばっかなんだぞ。僕自分のデッキがいい。うるさい。これは金継ぐ様のご命令だ。金継ぐ、お前ら金継ぐ様に逆らうつもりか。さ、次だ。